今、吉久さん、こんばんは、今、日ハムに足りないものは何ですかだって。相手チームより多く点数を取る打撃力。そして、相手に点数を取らせない投手力。この二つが、少しずつ足りないんだと思います。ただ、点差も縮まってきてるし、はい。うん、あのー、徐々に点数も取れるようになってきてるし、徐々に抑えられる回数も、ピッチャーも増えてきてると思うんで、 あのね、今までパラ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 交代してピッチャー使ってて、実際ね、若い選手たちとかが多いから、たくさん使ってみて、本当、プロのマウンドで本当に使えるピッチャー、計算できるピッチャー、どこに使ったらいいのかっていうのを今、ビッグボス判断してると思うし、打線に関しても打順をね、コロ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 入れ替えて、選手もコロコロ入れ替えて、誰がどういうパフォーマンスするのかっていうのを現地で見たいんだと思うんだよね。まあ、5連敗してるけど、 あの、彼の中には色々そういうのが溜まっていって、徐々に戦力を固めて、うん、多分使いたい選手がいっぱいいるんだよね、ビッグボスは。この子のここがいい、だから試合で使ってみよう。この子のここもいい、だから試合で使ってみようと。レギュラーが決まっちゃってて、本当に競争が起きなくなっちゃうっていうのが嫌なんじゃないかなって俺は踏んでて、まあ、目先の何勝一勝二勝よりも、うん、あの、 次は俺が、次は俺がっていう選手たちがアピールしたい。もっと能力を伸ばせば試合に出れるかもっていうのを今刺激して、パラパラ使って、みんなその中で輝きのある選手をまた起用してっていうことをしてるから、どうしても勝ち星につながらない。あと打線も決まってないから、自分の仕事っていうのがは,はっきりとこう認識できない。自分のプレーを固定できないっていうので選手たちも慣れが生まれてないから、得点にもなかなかつながっていかないけど、打線を確定して、 ローテーション確定して、中継ぎと抑さえしっかりと、あの、決めて、試合して出せば、俺はハマってくるんじゃないかなと思う。だから中盤ぐらい、なんかん交流戦あたりから、ま、そこまでにとてつもない、柔軟連敗とかをしなければ、うん、4割ぐらい、あの、勝率出せてれば、もしかしたら中盤以降、ゴーって伸びてくる可能性もあるなって、俺は楽しみに見てますけどね。 能力は間違いなく高い選手多いんで。清宮君も良くなってきてるしね。俺はあの子は4番に置いて使うべきだと思うね。ひたすら。うん。と思うね。万波も。万波も中軸に置いてしっかり使うべきかな。カープレッシャーを下げて9番とかで使って、とにかくホームラン打ってこい。って言ってもうぶん回して、うん。ホームランの打ち方を覚えさせるみたいな。 そんな感じで言ってくれたら、なんかいいこと起きそうな気がするなぁ。磯畑くんが帰ってくれば、さらに得点力も上がって、みたいなことになると思うなぁ。ただ腰がね、磯畑くん腰やっちゃったんだよ。足怪我させないでくれっていうか、足怪我させないように頑張ったんだけど、去年からね、ちょっとヘルニアとかあったみたいで、悪化しちゃったみたい。残念。でもいつか伸びてきますよ。間違いないですよ。見ててください。 見ててくださいね。乱志郎さん、本気でファンです。